どうも、バンです。今日はですね、僕のメインカメラパナソニックルミックス DC-GH5 のハイブリッドログガンマでの撮影のテストを行っていきたいと思います。まずは比較として、スタンダードモードの画質での撮影を行っているところです。現在夕暮れにほど近い時間帯で、琵琶湖をですね、東の方を向いて撮影をしております。遠くの方に大見大橋じゃなかった、琵琶湖大橋がね、見えております。そのあたりにね、オレンジ色、若干オレンジ色のね、雲が見えております。ですけれども、ファインダー越しにはそうですね、若干、オレンジがかかってるぐらいかなというようなね、色合いになっております。全体的には曇天のね、鉛色の空 で、雲の切れ目が若干青いというような肉眼での印象ですね。はい、それではハイブリッドログガンマの撮影に切り替えます。今まではスタンダードでした。ちなみに 4K の 30fps オールイントラ 400mbps での撮影をしております。ところがですね、実際には YouTube に上げることを想定しておりますので、実際の YouTube 上でのビットレートはもっともっと低くなるはずです。そして動画編集ソフトの書き出しの処理能力じゃなかった、使用の限界がですね 200mbps なので、その部分もボトルネックになってきます。でそして最終的に YouTube の 4K30fps の動画で上げた場合に、おそらく30か 40mbps までね、ビットレートが落ちることになろうかと思います。まあ、ビットレートはそんなとこなんですけれども、色合いの方をね、今回はしっかりと検証していきたいと思っております。以上、スタンダードモードでした。はい、続きまして、ハイブリッドログガンマでの、撮影をしております。ビットレート、それから撮影の形式は同じく 4K30fps、 そして 400mbps での記録になっています。液晶ビューファインダーを見る際に、ハイブリッドログガンマのままですと、実際の色合いとは違う質感となりますので、GH5 の場合はですね、ビューアシストという機能がありまして、これのモード2、これでね、実際の色合いに近いようなね、色合いで液晶ビューファインダーが表示されております。実際見た感じもね、そんなに違わないかなと。ただ暗部が結構黒つぶれしています。例えばマンションの影の部分、これは肉眼では結構白い部分も、青いガラスの部分も見えているんですけども、ビューファインダー、液晶ビューファインダーではほぼ真っ黒けかなと、そんな感じですね。で、これはですね、8ビットの録画で、撮影をしております。10ビットでも録画できるんですけれども、今回あえて8ビットで撮影をしております。10ビットで撮影した場合はですね、動画編集ソフトに持っていってですね、で最終的に8ビットにねじ込む作業が必要になるんですけれども、その際に自由度の高いカラーグレーディングができるということになります。今回はその想定をしております。どういうことかっていうと、液晶ビューファインダーで、ビューアシストをしているんですけども、これはレック709での、ビューアシストをした上 でさらに、被写体を強調するようなモード、モード2で撮影をしております。で、これをですね、皆様に直接お届けすると眠い映像になろうかと思いますので、それを僕の持っている動画編集ソフト EDIUS PRO 8の REC 709に戻す、そういう、カラーコレクション、プライマリーカラーコレクションというプラグインで、カラーコレクションをすることを想定しております。はい、で、次はですね、参考までに GH5 にはですね、ハイブリッドログガンマとか関係なくですね、それに近いモードで撮影する
モードがあります。こちらがですね、これになります。切り替えます。はい、こちらがですね、従来よりあるモード、ハイダイナミックというモードで撮影をしております。これは、EDIUS PRO 8、動画編集ソフト EDIUS PRO 8上での、カラーコレクションをしない、予定で撮影をしております。液晶ビューファインダーを見る限りではですね、マンションのこの影になっている、逆光の部分ですね、こちらはですね、まだ比較的、ビューファインダーで視認できるかなという感じですね。で、比較的ね、ビューファインダーで見る限りでは、肉眼で見る印象に近い、そういう色合いになっておりますね。はい、こちらがハイダイナミックで撮影をしております。これはファームウェアが 2.0 未満の時からあるフォトスタイルでの一つのモード、これがハイダイナミック。これは誤解がないように申し添えますと、いわゆる HDR 撮影とは異なります。ですけれども、フィルター設定でハイダイナミックというモードがあるというものですね。はい、どうもです。今ね、ちょっと気がついたんですけれども、フォトスタイルの中にハイブリッドログガンマのモードがあるんですけども、これのね、色合いの設定、それからノイズリダクションの設定等がですね、全部マイナス5になっていたんですよ。これは明らかにおかしいですね。で、それを全部0に戻しました。で、撮影してみてる感じがこれなんですね。これだとね、まあまあの実際の目に見ている感じにね、近いですね。だから、なんで全部マイナス5になっていたのかがちょっとよくわからないですね。あれがデフォルトなのかな。いや、デフォルトにしては全部マイナス5ってのもおかしな話ですし、そういえばのコメントでマイナス5になっている不具合があるとかなんとかいうレポートをいただいたんですけども、これがそのことだったのかもしれないですね。で、一応これが全部0の設定、ノイズリダクションとか色相とかね、いろんな4つか5つぐらいモードがありましたけれども、これを全部0に戻した状態で撮影しているのが今です。で、しかも、EDIUS PRO 8のプライマリーカラーコレクションで REC 709に戻すという、そういうワークフローを取って、撮影、ワークフローを取ることを前提として撮影をしております。いかがでしょうか。はい、こちらがですね、10ビットの撮影で、録画しております。これでね、プライマリーカラーコレクションで、自分の色合いにね、持っていけるんじゃないかというふうに思いますね。ハイブリッドログガンマでの撮影です。 4K10 ビット 30fps ですけど、実際に皆様にお届けするときには8ビットになっていると。ただし映像編集ソフトの段階で10ビットで編集ができていると、そういう撮影をしております。はい、4K10 ビット 30fps ハイブリッドログガンマ、ビューアシストモードはモード2、これで撮影をしております。空の青い部分はまあまあ見えてます。で、先ほどよりも、ハイブリッド感をね、出ていますね。ですけれども、よっちゃん、いつもお世話になってるね、一眼動画トークでお世話になってるよっちゃんですね、が、おっしゃるにはですね、今日のような曇天の時、こういう時にこそハイブリッド、ログガンマ、つまり HDR 撮影が生きてくるというふうにね、僕はね、これを聞いてね、目から鱗でしたね。すごい明暗差が激しい夕焼けの時、晴れの日の夕焼けの時にこそ聞くというふうにも思ったんですけれども、こういう曇天の時にもハイブリッド HDR 撮影は有効であると。確かにそうですよね。見た目がこう色のね、段階があまりないような時にこう誇張した表現でね、色を表現できる可能性があるわけですね。なるほどなと思いましたですね。はい、というわけで、
長々と検証を続けてまいりましたけれども、本日の動画は以上です。ではまたバイバイ。パンツいっちゃうし寒いわ。いい